夢ラジオ第3194回、今日は令和3年9月11日土曜日です。時刻は午前8時、土曜日の朝来ました。横浜港北は曇っていて、なんか雨も降りそうな、そんな空模様。昨日は晴れた暑い一日だったのに、こんなに急に変わってしまいましたね。前の森ではセミたちが頑張って鳴いていますよ。9月の11日です。夢ラジオ3194回目、今回はソシュールとチョムスキー、こんなタイトルで話しましょう。ソシュールとチョムスキーです。言語学という、学問分野があって、で、いろいろ分かれてはいるんですけど、主に分ければ構造言語学と生成文法、こんなふうに言っていいと思います。言語学を2つに分けたら構造言語学と生成文法、しかも2つに分けたらというふうにお話ししておりますが、実は構造言語学を踏まえて生成文法ができたというふうに言った方が歴史的な経緯でも正確です。構造言語学の後に生成文法ができた。で、その構造言語学からは構造主義という考え方が出てきて、でこの構造主義というのは言語をモデルとした考えではあったんですが、その後哲学に大きな広がりを持ち、あるいは人類学にも大きな広がりを持ち、そしてその構造主義からポスト構造主義、この呼び名はいい呼び名じゃないんですけど、ポストモダンですね。そのポスト構造主義も出てくるという、そういう流れを見ました。ですから構造言語学、これがソシュールが始まりです。でそこから構造言語学からプラハ言語学サークルを経て構造主義、そしてポスト構造主義となれば、もう20世紀の100年間をずっとたどることができる、そんな射程を持つものなんです、構造言語学はね。一方の生成文法、始まりはチョムスキーですけど、これはその構造言語学を踏まえて、けれどその構造じゃダメだと、ね、ストラクチャーじゃダメだ、限界があるということで生成していく、ジェネレイティブ、これは形容詞ですね。ジェネレイト、これが動詞ですね。これは作り出すとか生み出すとか、生成という訳語は正しいですね。生成するとか、そういう作り出すんだと、変化していくんだと、そういう文法を唱えた、これが生成文法です。でこの生成文法にも、これできてからというか、チョムスキーが言い出してからもう60年ぐらい経っていて、そのさまざまな流派ができてきてはいますけど、音声学という音をメインに扱う、あれをちょっとのけた場合は、言語学っていうのを考えるとき、やっぱり構造言語学と生成文法、冒頭でお話したようにこの2つに分かれると思っていいでしょう。で
構造言語学はソシュールで、生成文法はチョムスキーで、なんかこの2人って対立しているようになんか思われてるんですよ。で、言語学を専攻していますという研究者またはあの学生さんでも、俺構造言語学だから生成文法わかんないとか、俺生成文法だから構造言語学の立場取らないとか、まあ、こういう言い方をするんです。だからそういう会話だけ聞いてると、構造言語学と生成文法ってなんか対立してんのかなと思ってしまいますが、実はあの生成文法の始まりチョムスキーですよね。でこのチョムスキーは実はソシュールの言語学にあの大きななんかこうなんて言うんでしょう、ソシュールの言語学から多くを学んでいて、でそこから生成文法を出したというそういう経緯なんです。でチョムスキーがソシュールを否定して、こうではないんですよ。いやどころかまさにチョムスキーの最初のあの言語学としての始まりはですね、もうあのソシュール的なあのそういう構造言語学の方法を使ってるんですね、チョムスキーの博士論文とかは。ですから対立し合ってる、またはチョムスキーがソシュールを否定してるというよりは、むしろソシュールのストラクチャーでは限界があるので、あのそれを生成文法という形で発展させたというふうに考えましょうね。で構造言語学、それがソシュールだ、そしてストラクチャーだという言い方を先ほど来しておりますが、実はあのフェルディナンド・ソシュールって人はあの全然ストラクチャーという言葉は使っておりません。あのソシュールはシステム、フランス語でね、システム、つまりフランス語でストルクチュールですから、ストルクチュールっていう言葉を使っておらず、システム、こっち使ってる、システムを使ってるわけなんです。ソシュールはね、体系で、なんで構造言語学って言われるかというと、まああのソシュール言語学をまああの大きく継承したプラハ言語学サークル20年代、ここでやっぱり構造という言葉がもうキーワードになって、でその後ヤコブソンとか、あるいはあのレヴィストロースとか、ああいう人たちがストラクチャーという言葉をずっともう使い始めましたから、まあ、それでまあ構造主義、構造という言い方になってるんですよ。でこのまあシステム、まあ、ストラクチャーがもう人口に解釈しておりますから、ストラクチャーでもうこのまま押しちゃいますと、その構造っていうのはね、特に構造言語学またはソシュール言語学の場合、あのそれぞれの単位が 1,2,3,4,5 で一番最後のまあ10まであるとして、10までこう積み重なって構造を作りますという、まるで建物を建てるような、あるいは空白を埋めていくような、そういう構造ではないんですよ。ソシュール言語学における構造、これはラングと関わり合いますが、それはあの一挙に与えられたもの、こういうイメージです。積み重なっていくものではないんですよ。つまり空白のところに何かを部分を置いていって、で全体ができましたっていうものでなく、もう一挙に与えられている、こういう感じなんだね、ストラクチャーは。そしてそのストラクチャーはあのなんていうか、なんか静かなんですよ。やっぱりソシュールは教示、あの共に時っていう教示を言語学の対象にしましたから、ある一点で止めて、ね、ある一点でその言語のありようを止めて、でその時点でのあの言語の構造を分析しようという、そういう言語学なのね。ソシュール言語学って通じ研究じゃないんですよ、教示研究なんですよ。ですからあのその一点で止める、そしてその構造を探る、そしてその構造はもともと与えられていて、あの変化しないということで、
ソシュール言語学によく言われるのは、これは静かなストラクチャーなんだ。で、この静かなっていうのをスタティックって言いますよね。スタティックな、まあ、英語ですけど、スタティックな言語学なんですよ。ストラクチャーが。構造言語学では。けれどね、まあ、よくよく考えたら、まあ、わかるように、私たちの言語ってずっと変化しているじゃないですか。もう30年ぐらい前の日本語と今の日本語はやっぱり語彙の面で特に大きく変わっていますよ。100年も経ったらかなり変わるわけですよね。300年ぐらい経ったらもう江戸時代の日本語と今の日本語は。というふうに言語は絶えず変化していきます。しかもその変化っていうのは共同体に着目して数百年の単位で変化してますねという側面もあればですね、ある個人を取り上げてね、ある個人を取り上げて、まあ、言語を習得していない赤ちゃんの状態から徐々に言語を使えるようになる、少年、青年、そして大人の段階に至るまで、ある個人を取ってみても言語は大きく変化していきますよね。で、この共同体や個人におけるその言語の変化っていうのを構造言語学は捉えられない。教授だからね。確認しておくと、構造主義っていうのはとっても流行ったんですけど、で、私も実は構造主義にずっと学生の頃はとらわれていましたが、まあ変化を捉えられない。これがまあ限界だったわけです。構造言語学ないし構造主義のね。で、やっぱそれに気づいたチョムスキーがジェネレイティブグラマーですよ。生成文法、これを提唱した。ですから、やっぱストラクチャーでは変化を捉えきれませんと。で、言語はどんどん変化していくんですと。で、チョムスキーのよく知られたツリーですよね。こう、どんどんこう枝分かれしていくと。ように言語が生成していくんですよ。言語はこのようにして作られていくんですよ。しかも、チョムスキーはね、その彼の著書に、割とカントっていう、そういう哲学者の名前がよく出てくるんですよ。そのカントって認識論において、客体が主体の中に入ってくる、ね、認識において客体が主体に入ってくるという経験論を乗り越えて、で、あと大陸合理論の、なんて言うんでしょうか、考える自分、考える自分にこそ存在のね、土台があるんだみたいな、そういうのもやめて、そういう独我論もやめて、人間には一定の認識能力があらかじめ備わっています。その認識能力で認識できる範囲はどこまでか、で、どっから先は認識できないかを問いましょうっていうのがカント哲学だったでしょ。だから、カント哲学のやっぱりよく言われるコペルニクス的展開、一番の、まあ、特徴は、それまで白紙のペーパーにですね、白紙の紙に客体がさーっと転写されるような、そんなイメージだったものが、主体の中にその客体を一定程度カテゴライズする、範疇化していく、そういう認識能力がもともと備わってるんだ。こうだね、カント哲学は。そしてこのチョムスキーはこれをまあ言語学に応用してですね、もともと人間には話す能力あるんだっていうふうに言い切っちゃったんですよ。これもせ、あの、証明できないですよ。証明できないんだけど、もうカントの認識論だって証明できないって言えば証明できないんですよ。ただ、よくよく現実考えてみればそうだろうなと思うという。だからチョムスキーのこれも証明できないけど構わんものかと。人間にはね、生まれつき言語を話す能力が備わってんだと。それはカントの認識能力が備わってんだと、あれと一緒ですよと。というこの一言でですね、構造言語学では捉えられなかった、なぜ幼児がね、不完全な言語しか聞かないのに、
幼児がなぜね、不完全な言語、つまりパゴルしか聞かないのに、なぜラングの体系全体を習得できるのかっていう、構造言語学は捉えられなかった、問題にポンと解決策をチョムスキーは出してるんですよ。変化を捉える、あるいは生成とはそもそも変化ですから、変化が主体の言語学、これが生成文法なわけですね。で、今文法の話しておりますが、で今回音声学の話はしてないけど、この生成文法から後に生成音声学という、そういう分野も出てきてはおります。なんせ生成なんですよ。ジェネレーティブ、生み出すよ、変化するよっていうことですね。私自身は、こんなお話をしながら、専攻したのは構造言語学の方、そしてプラハにも留学しましたので、どっちかっていうと、その構造言語学の方が話しやすいし、で構造言語学の方が言語を捉える時しっくりくるなとは思ってるんですが、今回のお話でもうお分かりのように、やっぱチョムスキーが生成文法を引っ提げて1960年代、50年代から60年代にかけて登場したあの意味も分かる気がしますよね。で今、かつて構造主義者だった私も、もう構造主義で世の中を見てはいない。なぜかというと、そうですよ、変化を捉えられないから。だから哲学のね、ポストモダンの面々もですね、要するに彼らの哲学って変化なんですよ。やっぱりぎっちり固定した、その固定した枠組みの中で、それぞれの構成要素の、ね、関係を探ろうっていう、ああいう構造主義なんか、この世を捉える時の、あるいは人生捉える時のモデルにはなりませんと。なりませんね。ポストモダンはその点では正しいと思います。イメラジオ3194回目、今回はソシュールとチョムスキーお話しました。言語学のお話、土曜日の朝です。